その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。総員、戦闘用意。目標は一体だ。必ず仕留め、ここを我々人類最初の壁外拠点とする。目標設計。訓練通り5つに分かれろ。おとりは我々が引き受ける。全攻撃班、立体軌道に移れ。全方向から同時に叩くぞ。人類の力を思い知れ。そんな、あの壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。壁に穴を開けられた。入ってくるぞ。巨人たちが入ってくる。あっちには家が、母さんが。ミカサ！もうダメなんだ。この町は、もう無数の巨人に占領される。家に当たってるわけがない。あの角を曲がればいつもの家が。母さん、母さん。エレン、ミカさん、そっちを待て。柱を溶かすぞ。巨人が入ってきたんだろう。エレン、ミカサを連れて逃げなさい。早く。逃げたいよ俺は。早く出てくれよ。母さんの足は瓦礫に潰されて、ここから出られたとしても走れない。誰だろう。俺が担いで逃げるよ。どうしていつも母さんの言うことを聞かないの。最後から言うことを聞いてよ。ミカさん、やだやだ。このままじゃ三人とも。子供たちを連れて逃げて。
見くびってもらっちゃ困るぜ、カルラ。俺は巨人をぶっ殺して、きっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ、俺は俺の恩返しを通す。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。今から100年以上前、人類にある天敵が現れた。彼らと人類の間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は、マリア、ローゼ、シーナの3つの壁を築き、そこで100年の平和を実現させた。しかし、時に至るまで我は差しなき全く欲深き魂なりき。今は何時の見るごとく、我このためにここに罰せらる。これに斧が肉を抑え、帰り見ざらしめしほどなれば。この上何をすべきや。ああ、むさぼりよ、我が出自を何時のもとに。何を。もう少しで母さんを助けられたのに、余計なことするんじゃねえよ。もう少しで母さんを。いい加減にしろ。エレン、エレン、お前が母さんを助けられなかったのは、お前に力がなかったからだ。
俺が巨人に立ち向かわなかったな。俺に勇気がなかったからだ。すまない。ああ、まただ。急げ、内門へ行け。停泊してる船で違う船を脱出するんだ。壁の要所要所にあるシガンシナのように突出した地区は巨人を引きつけるおとりとなり、警備のコストと兵力を抑える役割を果たしていた。その役割通り、巨人たちの標的となったシガンシナ区の住人たちはたった一つの内門から脱出するしかなかった。何もたもたしてんだ、早くしろ。砲弾はどうした。急げ、もう目の前だぞ。バカ野郎、どこ狙ってんだ。しかしこいつに的を狙える精度なんかありませんよ。今そんなごたくはどうでもいいんだよ。早く次の弾込めろ。無理だ。門が閉まるぞ。撤退だ、取り残されるぞ。おい、閉めるな。もう少し待て。まだ中に大勢の人が残ってるんだぞ。この門を突破されたら町一つが巨人に占拠されたどころの話じゃない。次の壁まで人類の活動領域が後退するんだぞ。だからって目の前の人間を見殺しにする理由はない。早く閉めろ。巨人が来るぞ。ヘモ、急げ。よせ。うおい。なんだあいつ。ウォールマリア南方、シガンシナ区陥落から数時間後、その知らせは人類領域内のあらゆる町に瞬く間に広まった。終わりだ。終わりだ。また人類は巨人に食い尽くされる。終わり。もうあの家には二度と帰れない。どうして最後までろくでもない口喧嘩しかできなかったんだ。もう母さんはいない。どこにもいない。どうして。俺が人間が弱いから弱い奴は泣くしかないのか。あいつらこの世から。
き残らせ。この年中央政府は人類の活動領域をウォールローゼまで後退させることを決定した。この間巨人に食われた者はおよそ1万にも及んだ。数日後、大量の避難民たちは食料確保のため荒れ地の開拓に回された。しかし食料難は避けられず、翌年の846年、中央政府はウォールマリア奪還を名目に大量の避難民を作戦に投入した。その数25万人、人口の2割に相当したが、生存者はわずか百数十名。その犠牲で残された人々の食料不足はわずかながらに改善された。全部巨人のせいだ。あいつらさえ叩き潰せば俺たちの居場所だって取り戻せる。アルミ、俺は来年訓練兵に志願する。巨人と戦う力をつける。僕も。私も行こう。ミカサ、お前はいいんだぞ。生き延びることが大事って言ってたろ。そう。だから、あなたを死なせないために行く。わかった。三人で。ただいまより、第104期訓練兵団の入団式を行う。私が運悪く貴様らを監督することになったキース・シャーディスだ。貴様らを歓迎する気は毛頭ない。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜、家畜以下の存在だ。そんなクソの役にも立たん貴様らを我々が3年かけて鍛え上げる。巨人と戦う術を叩き込んでやる。3年後、貴様らが巨人の前に立った時、ただの餌のままか、あるいは王を守る名誉ある壁となるか、または巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か、貴様らが決めろ。ああ、俺はなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。